はようございます。ジャスト株式会社の市川と申します。先ほどに引き続き、売りかけ金回収の極意ということでお話ししたいと思うんですけど、まず回収というよりも回収する前に大切なことってあると思うんですけど、何でしょうか。いや、この信用できる人物かどうかって、はい、できなかったらもう貸さない、はい、うん、いうことだね、うん、そうですね。なので、予信というふうな言葉をよく使うと思うんですけど、はい、予信に関して、はい、お話をしたいと思います。そうですね、予信、どんな人物が怪しいでしょうかと言ったらいいんですけど、何でしょう、嘘つきそうとか見た目の部分ではなくて、より具体的というか、内容であると思うんですけど、いろいろね、ズボラだとダメだね。ズボラ、はい、そうですね、ズボラの中にもいろいろあるね。はい、時間も守んない、時間、はい、いろいろあるよね。あと服装なんかもあるかもしれないよね。そうですね、あと僕結構気になるのは、文字ね、書いた時の字っていうんですか、字が綺麗かどうかよりも、はい、あれだね、枠から外れるとかね、はい、例えば僕じゃないですけど、なんか汚く、なんかここら辺もこうなっちゃうのは分かるんですけど、なんかもうこうやってこことかがはみ出してる人っていうのは確実に怪しいですよね。危ないっていうか、ジャグリング状態なんだろうね、はい、ジャグリングって分かる、もう問題がいっぱいこうバン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 出てるから、はいはい、もう今ここに入れないんだろうね、はい、そうですね、もうあっちから攻められる、こっちから攻められる、はい、もう問題がほど、ね、普通だったらね、1、2個なんだけど、それが5つも6つも、はい、そういう状態になっちゃうってことだよね、はい、他は何か、あとあれだよね、例えば訪問ができるなら、そのうちが、はい、ゴミ屋敷状態になったらもう、はい、もうやばいけど、いや、もう汚いとか、ちょっと常識を外れるほど汚かったらもうダメだろうね、できれば会社だとかだったらトイレとか事務所を見ることだね、とか、そうですね、やっぱあと噂話だな、噂話、これは結構ね、もう火のないところに煙は立たないので、そうですね、はい、噂話は信用できるかもしれないね、はい、危うきには近寄らずだね、はい、あと会社だと一番分かるのは、儲かってもいないのに求人広告出してたりね、常にこう社員が入れ替わるって言ってることはもう何かに問題あるんだろうね、はい、で、ちょっとプロっぽいんだけど、免許証どうだろう、はい、免許証ちょっとズボラに関係あるのかな。そうですね、どうそうですね、免許証の見た目というのもあると思いますし、僕が実際にお客さんと接して思うのは、もう引っ越してきて 2,3 ヶ月以上経ってるのに、住所が昔の住所が記載されていて、裏面も変わっていないとか、そういう方はズボラであったりとか、なんかその行けない理由、市役所に行けない理由はないかもしれませんけど、変えられない理由がなんかあったりするのかなっていうところはすごく感じます。あとズボラということは、更新をし忘れて再発行になってるとか、はい、その見分け方あるよね、はい、どうだろう再交付ね、免許の再交付なんですけども、今免許お手持ちだったら来てもらえたらいいかなと思う、第は第何とかかんとか号というふうになっていると思います。ここに、11桁の数字が並びます、の、末尾、末尾の数字がこの再交付された回数です、一般的に、僕ももちろんそうですけど、大体ゼロだよね。ゼロなんですけども、中には4とか5とかという方がいらっしゃいます。そうすると5回再発行したと。そうです。という方は、なんて言うんでしょう。まだ時間ルーズ、言い訳して何かあるかもしれないですけど、
免許証って身分証明書なので、うん、それを4回も5回もなくして、うん、行って交付してもらってるっていうのはちょっと、まあ、異常だよね、はい、まあ、もう当然そういうものは管理できないってことはお金の管理も時間の管理もできない、はい、そうですね、うん、はい、なので、まあ、特にあの対お客さん対、うん、個人で会われるお客さんっていうのはちょっと身分証明で免許を見せてもらって、うん、ここの数字を見るというのはすごくいい方法かなというふうに思います。まあ、あとね、個人的にね、あの、はい、例えばね、急に派手になったとかね、はい、うん、あの車が急に良くなったりとかね、はい、うんうん、服装等ね、多分このやっぱりプライベートでなんかこうちょっとおかしくなってるんだろうね、はい、うんうん、いい変化であればいいんですけど、うん、過剰な変化であったり、大概の場合ね、うんうん、あとね、やたら口数が多いってことは何か嘘を隠そうとしたりとか、あ、うん、やたらバカ丁寧だった、うん、口数が多い、うん、はい、うん、ほとんど詐欺師に近いね、それは、はい、もうそれはね、払う気もないし、もう最初から騙すつもりで来てる、で、やたら丁寧でやたら口数が多い、うんうんうん、これも危ない兆候だと思うね、はい、うん、うーん、で、まあいうことですね、いろいろ、はい、うん、なので、まあ、まず、まあ、回収行動って時間もかかるし大変だと思うので、うん、まずその売掛金を出すお金を、うん、まあお金を貸すことはないと思うんですけど、売掛金を出すに値すると言ったらいいんですけど、うん、出してもいいお客さんなのか、ちょっとまずそうだな、このお客さんはもう最初から一気にもらっちゃった方がいいなってお客さんを判断する材料としてこういうものを見てもらえたらいいかなというふうに思います、はい、ありがとうございます、はい、どうも。